私の奇跡は誰にも真似できません。美しい瞳はある。階段の時間だよ。お前の罪、俺が断ち切る。やはりそなたには言って及びませんでした。物語には人の心を救う力がある。苦痛と不吉の影がある。諦めてたまるか。あなたの刀には。私の瞳はどんな物語を語るのかしら。一つの花も一つの世界、一枚の花、美しさとは一本の大樹。お前にはどちらが見えている。神、物語の始まり。始まり。ここからが勝負です。対局は中盤に入りましたね。シレイセス、神の息に届くべし。もうすぐ完璧なお芝居が書き上がる。変えられませんでしたわね。こっちの景色を見に来てよ。復讐を果たす。俺は倒れるわけにいかない。今日もたくさん面白い話を聞けたわね。そんなにあたいの物語を聞きたいのか。百戦錬磨、正義を貫き悪を裁く。これでまた集められる。お芝居こそが今の意の全てだ。全ての悪鬼を切り裂いてやる。これがみんなを幸せにする方法だ。秘密の教え一個しない？正義を貫き悪を裁く。宝石のように美しく輝いているものが大好きなの。人には見えないものが私には見える。シレイセス、神の息に届くべし。人には見えないものが私には見える。鋭さが足りなかったのか。夢から覚めたのか。そろそろ100個目の物語ね。キツネビは私と共に輪廻の彼方へ行くだろう。物語の始まり。罰を喰らえ。始まり。陰と陽は共にある。完璧なお芝居がもうすぐ完成する。君を理解できるのは僕だけだ。おしまい。どこへ打っても結果は同じです。
あの時の約束一度も忘れたことはない。たとえ姿が変わっても夜が心は変わらない。トークがもっと明るくなりそう。はっ、物語の始まり始まり。神の息に届くべし。これが君の世界なのか。逃げられると思うか。苦しみの恨み、すべてこの刀で断ち切る。いつになったらお前の罪、この鏡を手が断ち切る。物語の始まり始まり。死ぬ覚悟ができたのか。この傷の恨みはその瞳で贖ってもらうわ。よせです、決着をつけましょう。夢の中の世界が一番美しいんだ。儚い夢のような物語は美しいと思わない？神の息に届くべし。刃を持って鍛え直さねば。妖刀の力全部私の。逃げなさい。私が全部。物語の始まり。完璧な一撃。完璧な一撃。これは芝居か。よい。うつつのか。呼んだ。妖刀はすでに鞘から出ている。絶対逃がさない。私の瞳は幸せな物語を語れるのかしら。あなたの瞳に普通と不吉の影がこっちに。腕の見せ。あなたの瞳を見せて。本当の私が目を覚ます頃で。私の瞳。どんな物語を語るのかしら。君のそばにいる。運命を知ることは呪いなんだ。変えられませんでしたわ。運命を知ることは呪いなんだ。これはすごいですね。
父さん。まだ投了していません。僕が構える。君を理解できる僕だけだ。